はい。ちょっと待ってね。午前中、コードを見てもらうということで終わりましたけれども、大丈夫だったでしょうか。このセメントっていうコードですね。データは、マシンラーニングのツールボックスがないとエラーが出るということでしたが、まあ、入れれば動いたと思います。で、まあ、入れなかった人はランダムでもいいですが。で、コード特に問題はなかったですかね、走らせてみて。まあ、難しくないですよね、それほど。うん。特異値分解。データフィッティングするときに、最小二乗法というのはよく使う方法です。そのときに偽逆行列を使ってフィッティングするということをやってもらいました。いいですかね。これ、この図とか出ましたか？大丈夫ですかね。ここね、ごめんなさい、ね。スタティスティックさんのマシンラーニングツールボックスというのが必要でしたが、ツールボックスのインストールとか、コードのエラーとか大丈夫だったでしょうか。で、数式の導出、ちょっと数式の導出も丁寧にやりましたが大丈夫でしたか。後でノートを上げておきますけども、ベクトルの微分とか大丈夫ですかね。逆行列の計算、奇逆行列の計算とか大丈夫でしょうか。では、それが大丈夫であれば、そうですね。まあ、演習問題。まあ、これはこれやったんだ。これもやったしね。これも走らして、これも走らして。そうですね。これは一つどうかなと思うんだけど、まあ、暇があったらやってみてください。正規分布に従う確率変数を持つ行列というのは、例えば 200×100 ですから、これトールスキニーになりますね。200の方が大きいので、以下で生成できます。というと、これがランド N というのは、正規分布なので、平均が0で、分散が1であるような、変数を作るという関数ですね。これ何度かやりましたね。それが 100×、あれ？これ 200×100 だ。間違っちゃった。200、100かな。まあ、どっちでもいいですね。今の場合どっちでもいいですが、まあ、200、100にしましょう。ちょっと間違ってましたね。ちょっと直しておこうか。ここか。200、失礼。200、100ですね。これで、OK。で、こうすると。そうすると、これで特異値を出すと、特異値が、SVD をかけると、特異値が、これで SVD をかけると、特異値が100個の値取りますね。このどっちか、ランクですので、この値、これのどちらか小さい方なんで100個の値が出てくる。で、ちょっとやってみましょうか。ちょっとこっち、これ大きくしないと見えないんだっけ。今何を言ってるかというと、ちょっとだけやりましょうかね。18。これでちょっと見えるかな。ちょっとこれを大きくしたいですか。こうしましょう。x イコールランド n の200点。u と s と v というのは、ランド n。あ、違う。svd の x としましょう。そうするとこれができますね。そうすると s というのが、サイズ。100×、そっか。そっか。これ、エコノミーにしといた方がいい、ね。そうすると、サイズ S というのが 100×100 行列になります。これで S を見てみると、ちょっとこれだと見えにくいね。S を図として見てみると、対角成分に0でない成分を持っていて、この青いところは全部0になっていますね。この非対角成分は全部0になっている。これいいかな。対角成分だけ0じゃない値を持っていて、こっちが大きい値で、こっちが小さい値。ね。それで今ほとんど0なので、S の代わり、S という行列の代わりに、対角成分だけ取るダイアグというのを取ると、S というの、ちっちゃい S というのが、
ちゃい S というのがベクトルになります。先ほどの行列の S というのは、S、大文字の S は、大文字の S は行列になって、行列の、ダイアグを取ったあのものは、これがあのベクトルになります。で、ここでプロット、シェルフでプロット S の表してみましょうか。そうしてみると、こういうふうに、特位置の分布が、一番ちっちゃい、この一番大きいものが24で、小さいものが4と、こんなふうになってきますね。こういうような分布をしています。この分布ね、これをヒストグラムを書いてみると、ヒストグラム S としてみると、こんなふうになりますね。こんなふうに、こんなふうに、こんなふうに。で、これ、一つの、ある特定の、ある、まあ、この S という X という行列が、さっきランダムに1個作ってみましたね。で、こういう今、特位置の分布っていうのを見てみましたが、これをたくさん作ってあげると、このヒストグラムで、こんなふうな分布をしていましたが、これ、ある特定のランダムな行列で、他にランダムに取ってみてあげると、また違うのが、けれども似たような形をしてるんですね。で、何が言いたいかというと、特位置の分布というのは、この一個一個の、例えば一個一個のこの X の行列というのはランダムなんだけれども、その特位置というのの分布というのは、法則性を持っている。というのはどういう意味かというと、例えで言うと、サイコロの目っていうのは一個一個いつ何が出るかって1から6の何が出るかっていうのは予測できないですよね。そのサイコロに細工をしていない限り1から6が出る確率というのは全て均等なので、次にどの目が出るかというのは予測できないですよね。だけれどもそのサイコロの目のそれを何回も繰り返していくと、じゃあ1が出る確率はいくつですかっていうのは頻度で計算できますよね。投げた数のうち、投げた回数、総数のうち1が出た数を数えると、確率が計算できますよね。確率が近似できますよね。そうすると大体なんかこう何千回も何万回も投げていくと、それが6分の1に、1が出る確率、2が出る確率、3が出る確率っていうのは、それぞれ6分の1に近づいてきますよね。それと同様で、特位置のこの行列というのも、サイコロの目のように、この行列 X というのは、一個一個はなんだか予測ができない、ランダムで作っているので予測はできないけれども、その特位置の分布というのは、さっきの確率みたいなものですね。それというのは、統計的に、な法則を持っています。ちょっとこれ数学として難しくなるんだけど、まあ、後でちょっと話してもいい。あと、まあ、今度話すかな。あとでどこか出るかもしれない。それで、ちょっとこれもスライド上げましたが、こういうふうな、こういうふうなにランダムな行列を作って、特位置がどういう分布をするかというのを見てみましょうというのをやってみると、得られた特位置をヒストグラムと表示してみましょうと。そうするとさっき出ましたね。これができたら、行列の X をランダムに100回繰り返して、サイコロを繰り返すか振るようなものですね。繰り返して生成して、特位置の分布を調べてみましょう。これ簡単なプログラムで書いてみましたと。で、この、これ、1と1000になってるな。まあまあ気にしない。まあ、これいくつでもいいです。そうすると、これ100個の、先ほどと同じ X のサイコロを振って行列を作って、特位置分解して、特位置の分布を見てみましょうと。そして、これを、これを100回取り返す。for 文がありますね。for ループがあるので、これを100回繰り返して、100回、繰り返して、その固有値で、出てきた固有値を、sall という関数、変数に蓄えておきなさい。というのが、この、式です。この式というこのコードです。サイコロを振って、
そのサイコロで何が出たかというのをこういうふうに記録していくのことと同じだと思ってください。そうするとこの、固有値の特異値の分布、特異値の、値というのがそのサイコロというかこのランダムな X1 個に対しての特異値の分、特異値の値がここに出てくると。でこれを何回も繰り返して、この場合1000回かな、1000回繰り返してやってみると、それでヒストグラムを書いてみると、こういうふうにきれいな分布になります。特異値の分布というのはランダムじゃなくて、こういうふうにと本当にちゃんとやるともっときれいなこういうふうな、円じゃないんですけども、ちょっと楕円のルートを取ったようなのかな、式はあるんだけども、そういうので、数式上は書けます。で、特異値というのが大きいか小さいかというのを、この行列、この特異値の大きいか、大きい行列、特異値か小さい特異値かというのを、まあ、こういうふうに数学的な法則で求めることができます。後でちょっと、次回かな、来週ぐらいにちょっとこれに関係した話題を話すかもしれませんが、まあ、MATLAB とか Python とか何でもいいですけど、数学で知ってることをこういうふうに数行で書いて、試せることです。先ほどの、偽逆行列の計算も、1行2行で書けましたよね。なので数学が分かったら、その数学の結果が数値的に正しいかどうかっていうのを確かめる。で、まず式が分かって、式を導出して、その式を、が本当に数値的に正しいかどうかっていうのは、自分の式変形が間違ってなかったのかと、行動を書くいい練習になりますので、数式を理解する、そして数式を、行動で書いてみる、それで思った通りにその数式が動いて答えが出てるかどうかというのを確認するようにしてください。まあ、これちょっと追記みたいなんですが、特異値というのは、まあ、ランダムじゃなくてこういうなんか法則性があるという話でした。で、特異値の話、特異値分解の前半は終わって後半に入っていきますが、いいですかね。今日は先ほどは最小二乗法と最小二乗法の計算ベクトルで、微分するというちょっと計算をしたの と、それと偽逆行列と偽逆行列の行動を見ていきましたが、ここまでで質問ありますか。大丈夫でしょうか。お、パワーポイントがちょっと止まった。あら、あれ、大丈夫。あ、これ大丈夫か。OK、OK。じゃあ、ここまで大丈夫だったら、続いていきます。このスライドをちょっと、このスライドはあったんだけど、このスライドをちょっとアップするの忘れてましたんで、ちょっとウェブクラスからダウンロードしてみてください。やっていきましょう。はい、じゃあこちらのスライド、ウェブクラスに載っているので、ダウンロードしてみてください。行列分解の続きです。特異値分解の話をして、それに付随する話として、主成分分析、あとはそのデータ解析の例として固有画を、あと次元打ち切りとか、ランダム化特異値分解というのをやります。前回やったのが、特異値分解、特異値分解を用いた行列近似、最小二乗法、偽逆行列というのをやりました。そして今日やるのが主成分分析と固有画を、今日はここまでぐらいかな。それで次元打ち切りとかランダム化 SVD というのはとても進んだ話なので難しいですが、まあ、こういうものがあるんだといって、コードを走らせてみて、理解してくれればいいです。で、今日はここら辺の1の、
コードとしてはここ、1章の先ほどチャンネル、チャプター1のところをやっていきます。ここら辺かな。今日使うのは、ここら辺とここら辺のコードを使います。はい。で、まず主成分分析とは何かということ。これ、去年の日付がね、あ、直すの忘れちゃった。去年の日付になってますが、ちょっと直していきます。主成分分析とは何かということと、主成分分析と特異値分解、今までやってきた特異値分解と主成分分析の関係について述べます。で、固有顔というのは、顔ですね、あの顔の画像データを持ってきて、その顔の主成分分析のこと、これはアイデンフェイスという有名な方法があって、30年ぐらい前に出たのかな、誰だっけ、MIT の人が、名前忘れちゃった。がやったんだけども、そのアイデンフェイスというあの論文があって、そのアイデンフェイスというのの、紹介をします。これも、それほど難しくなくできます。であとはまあ次回ですかね、来週ですかね。今日は多分ここぐらいまでじゃないかなと思います。で、特異値分解の、話題の続きとして、特異値分解と主成分分析の関係。主成分分析と特異値分解の関係、そして顔ですね、人の顔 の, あのたくさんのデータを持ってきて、そこから特徴のある量を、引き出しましょうという解析で、固有顔という方法、それを説明します。で、次元打ち切りの話、これまあちょっと何をしたいかというと、前回話したときに特異値分解で、行列を近似するときに、行列 の, あの展開して何番目の特異値まで取るかという話ありましたね。一番大きい特異値のシグマの1から取っていって、 R 番目のシグマの R まで取る、それを打ち切り次元 R と言います。その、犬の例を思い出してもらうと、5番目のやつと20と100ってやったっけな、それぐらい の, あの次元を持ってきて行列を近似するということをやりました。で、じゃあその R をいくつに取ればいいかというのに対して、まあそれはもちろんその、データをどれぐらい近似するかとデータをどれぐらい圧縮するかのトレードオフという話をしたんですけども、もちろん一般的にはその自分の用途によって決めるんですが、何か、客観的に決める方法がないかということで、エネルギーによる打ち切り方、どれぐらい の, あの分散、エネルギーというのは分散ですけれども、まあ、どれぐらいその元データの分散を決めるか、あの元データの分散 を説明できるかによって打ち切る方法 と,、ガウス雑音モデルというのは、どれぐらいあのノイズがどれぐらいの成分、あの信号の成分とノイズの成分と分けて、ノイズがこれぐらいと思われるところを見つけて打ち切る方法、この下の方は結構難しいですが、そのやり方というのを説明します。で、もう一つ、進んだ話題としてランダム化特異値分解、まあこれお話ぐらいに聞いてくれればいいですけども、まあ今までやってきた特異値分解のさっきのやつは 13×4 の行列でしたね。セメントのデータ 13×4 とかだと、大規模とは今言えないんですね。特異値分解、後で面白いからやってみようかと思って、どうでしょうね、やってみましょうか。今簡単に時間を測ってみようかね。X をランド N の、まあどうしようか、N ぐらいにしてみようか。それでティックして、U と S と V というのが SVD の X をトップしてみると、どれぐらいかかるか。これだと僕のパソコンだと 0.6 秒ぐらい、かかると。じゃあこれを、例えばこれを、ちょっとこれをコピーして、
こうしましょうか。ここか。X。これを、違う。これをこうして、例えば1万にしてみましょうか。1万にしたら、これは3乗ぐらいで伸びるのかな。そうすると、ちょっとかかる。10秒ぐらい。もう結構かかるかな。ほら。あまり大きいのでやるとアウトメモリーになっちゃうんですけど、ね。お、結構かかるね。あれ、結構思ったよりかかる。ん？長いな、これ。マトラボでクラッシュして、ズームが落ちないといいけどね。タスク。タスクマネージャー。で、パフォーマンスを見てみると、メモリはまだ余裕があるね。あれ、まだやってるか。あんまりこれで時間潰してみましょう。ちょっとここ、お、マトラボ、クラッシュ。あんまりこういう遊びは授業中にやっちゃいけませんね。あれあれ、ちょっと結構長いね。これ思ったより長いな、これ。お、一旦これマトラボ止めましょう。Now and Exit にしましょう。まあ、こういうふうに、そうです。授業中にこういうことを試すと、大抵失敗しますね。やめましょう。それで、パフォーマンス。うん。なので、マトラボをね、今見たように、こう、大きい得意、大きい行列の得意分解っていうのは、結構、時間がかかるんですね。時間がかかるので、余裕を見てやらないとダメですね。今みたいなことになりますので。はい。ちょっと待って、ね、もう一回立ち上げます、ね。マトラボ重いんだよね。どんどん重くなってちょっと大変なんだけども、あれ、なかなか立ち上がらない。あれ、遅いな。ちょっとごめんなさいね、ちょっと待ってて。あら。溜まったっぽい。ちょっと待って、あまりなんかこう事前にちゃんと準備してないことをやるとこう固まるという悪い例ですね。すいません。こう大きい行列の分解をしようとすると今みたいに結構計算コストが大変になります。でそれを効率的に得一分解する方法としてランダム化 SVD という話、ランダム化得一分解という話をちょっとしたいと思います。はい。で、じゃあ、固有値問題の話からいきましょうね。まずこの固有値問題の話、主成分分析と得一分解の関係と、のところからやっていきましょう。で、思い出すとこれ線形代数できっとやったよね。n×n の、まあ、対象行列としましょう。今簡単、対象行列は限らないのか。後で対象行列の話をしますが。n×n の、まあ、正方行列 C ですね。ある行列が与えられたときに、以下の固有方程式 C の 2V をかけると、それは方向を変えずに長さを変えるというの。これ、方向じゃない。線形代数でやったよね。を満たす N 次元ベクトル VI を固有ベクトルで、ラムダ I をアイゲンバリュー、固有値、アイゲンバリューと呼びます。で、
一般にこれは n かける n の行列ですと、この i というのが i の1か1234、とあって n まである。n 個の固有ベクトルとそれに対する固有値がある。で、これを固有方程式という。これ大丈夫ですか？これみんな大丈夫？質問があれば止めてね。これを固有方程式と呼びますというのが、定義ですね。で、特に対象行列の場合、C が n×n の対象行列の場合、つまり C を転置しても C になっているということですね。のパターンってこう対角成分で折り返しても同じものになっているとすると、この場合には、固有行列 C の固有ベクトル Vi は直行形をなし、直行形をなしということは、V の、1番目と2番目とか、それが直行しているということですね。V の、1で、これさっきちょっと言ったデクロネッカーのデルタですね。I と J が等しいときに1、I と J が違えば0になる。つまり、V の1と V の2は直行している。V の1と3とか、異なる固有ベクトルは直行している方向になっているということですね。直行規定をなしているということですね。っていうふうになって、っていうふうになっていて、かつ、ラムダの固有値というのは大きい順に、この特異値じゃなくて今度固有値と言いますね。固有値は、これも大きい順に並べる習慣があって、これが一番大きいもの、2番目に大きいもの、そして、一番小さいものがあって、これは0より大きい、0以上である。負にはならないということですね。これは1年生の線形代数でやりましたが、大丈夫ですか？ちょっとこれわからないって人は質問してくださいね。質問がないっていうのは分かってるのか質問ができないのか、どっちか分かんないけど、どうでしょう、大丈夫かな、これ。質問、だんだん減ってきましたが、質問すると、単位は取りやすくなるので、ぜひ質問してください、ね。分からないというのももちろん質問ですから。で、まあ、こういう、固有方程式、固有方程式の定義と、固有ベクトルと、固有値というのの定義でした。で、まあ、馴染み深い、2×2 の行列、対象行列を考えてみましょう。これ対象ですよね。これ、こうなって、こうなってね。で、これというのは、対象行列で固有値というのが、これ固有問題って解いたよね。それでこの V の1、0をかけ、これにかけてみると、C×V の1っていうのをかけると、これがかかって2、0になりますね。そして V の2というのが0、1だったとすると、この C に V2 をかけてみると、これ掛け算してみると、この1とここがかかるので、自分に戻る。で、これを図的に書いてみると、V1 っていうのがこっち方向を向いていて、V2 っていうのはこっち方向を向いていて、そしてこれが単位円がありますね、単位円上にある。これに C を作用させると、V1 っていうのは、横軸の方向は、2倍される。固有値の分だけ2倍される。だから C×V1 っていうのは2の V1 になるわけですよね。今固有値が2だから。いいですね。固有値が 2倍されるというのは固有値が2倍になる2ってことですよね。そして、横軸 Y 方向は C の V2 というのは、これは、固有値が1なので変わらない。つまりこれ、まあ、なんてことはない。見てわかるように、X 方向を2倍して、Y 方向はそのままっていう変換ですよね。それが、こういうふうに、それを固有値と固有ベクトルの言葉で言うと、こうなると。で、これが固有値と固有ベクトルですよね。で、もうちょっと込み入った例を考えると、
これも対称行列なんだけども、ちょっと非対称成分があるので、ちょっと、ね、ここに2分の1、2分の1がありますね。で、対角成分は2分の3、2分の3ですね。で、これでちょっと計算をしてあげると、V1 というのが、これルート2って書いてある。あれ？これ逆じゃないか。これルート2だよね。あれ？ルート2でいいのか。ルート2だ。これなぜこんな風に書いてたのかわからないです。2分のルート2ですね。これちょっと間違ってんだ。後で直します。ここ。あれ？これタイプミスか。ごめんごめん。こんなの。これね、ダメですね。今直しちゃダメなんだけど。ごめんね。こっちだ。あれ？ね。皆さんは、すいませんね。こっちが2か。これ直し。うまく、失礼しました。こうすると、この V1 というのがどっちを向いているかというと、こっちの方向を向いていると。X 成分も Y 成分も0、正なんでこっちを向いていると。V2 というのは X の成分が負で、Y の成分が正なんでこっちを向いていると。まあこれ、45度の線ですね。X 軸と45度の線をなして、角度をなして、これは X 軸と、このマイナス、あ、135度の角度をなしているところ。まあ、こいつは直行してますね。さっき言わせましたけど、V1 と V2 というのが直行規定をなしているというのは、この長さが1で、それぞれ長さが1で、この、ベクトルとこのベクトルというのは直行している。さっきの式ですよね。さっきの式。これ。直行規定をなしているというのは、この、異なるベクトル、V の1と V の2というのは、内積を問うと0になっている。すなわち直行しているということです。で、これも同様に、V の1と V の2というのは、掛け算してみると、これ、内積取ってみると0になりますね。なので、これは直行していると。で、これの固有値を見てみると、ここの、こっちの方向というのが、こういうふうに、2倍されて、こっちの方向というのが、1倍される。固有値が2で、こっちが固有値が、1になっている。というのがこうなります。これは、こういうベクトルというのが、この固有ベクトルというのが、この、方向に伸ばして、45度の方向に伸ばすという変換を表していることがわかります。これが、固有ベクトルと固有ベクチ、固有値と、固有ベクトルと固有値の幾何学的な意味です。いいでしょうか。大丈夫かな。で、これですね。固有方程式というのは N 個出てきて、固有ベクトル1から Vn まで N 個あると。これが N×N のまず対称行列だと思いましょう。対称行列、今対称行列に話を限ると、これというのは、1番目の固有方程式、2番目の固有、N 個満たす、この方程式を満たす N 個の方程式の組があると。それを、行列の形に書き直すと、こうですね。これか。これをやると、C の V1 イコールラムダ1の V1。まあ、3つ書いてるんだけど、C の Vn イコールラムダ n の Vn。これをまとめて書いてあげると、C の V1 点点点、C の Vn イコールラムダの V1 点点点。見えるかな？ラムダの Vn という形になります。で、これを C が全体にかかっているので、
C をくくり出して V1 点点点 Vn となります。ね。そしてこれは、あ、これラムダの、ごめんなさい、1と n が抜けてる。1と n が抜けてる。そうすると、これは、各、列を、ラム、こういう V1 って書いたらいいかな。V1 点点点 Vn と書いて、ここのところを、各列、ここをラムダの1倍、ラムダの1倍して、ここをラムダの n 倍したいという場合には、ちょっと後で確かめてみたらいいと思うけど、この対角成分が、点点点、ラムダの n。ここが全部0、ここが全部0。というような、行列をよ、右からかけてあげると、このラムダ1がこの列にかかって、ここだけラムダの1倍されて、このラムダの n というのは最後の列をラムダの n 倍するという操作になります。ね、そうすると、これを、まとめるといいですね。これ、この方程式をこの形にまとめたっていうわけですね。そうすると、そうしたのは、そうすると、これを、ここの行列を大文字の v と書いて、これも大文字の v と書いて、これも v と書いて、これを大文字の、よく書くのはラムダと使いますね。ラムダとこれ大文字。ラムダ、これが小文字で、これが大文字ですね。で書くと、これをまとめると、CV イコール V ラムダと。これが、この固有方程式を、N 個の固有方程式を、行列の形、C が N かける N の行列、V も N かける N の行列、ラムダも N かける N の行列。ですからこれ、N 個の、成分だったり、N かける N の成分だったり、N かける N の行列の式だったわけですね。で、今、V が、直交規定をなしているということは、V と V の点値と V の点値と V というのが、単位行列になっている。つまり V の点値というのが、V の逆行列になっているわけですね。これは前回から説明している話。これを使うと、これを左から V の点値をかけると、どうしようかな。ここでいいのか。V 点値 C の V というのがラムダ。ね。ここでいいか。と書くことができる。で、それがこのスライドですね。このスライドで、こういうふうに、今話した話、N 個の固有方程式を持ってきて、それを一つにまとめて、それを N 個の固有方程式を行列の形で一つにまとめると CV イコール V ラムダで、それを対角化すると V 点値 CV というのがラムダ。これ行列の対角化というので、やりましたよね。線形代数でやってるはずですね。大丈夫ですかね。で、これが特異値分解と関係するという話をやるんですが、ちょっとこれも間違ってた。こういうのの特異値、固有値分解、やってみましょうかね。これもちょっと絵を、今見えますかね。C というのが、先のほどのやつであれば2001。で、先ほどの、見せた行列ですね。これで、V とラムダ。i で以下とすると v というのはこれマトラバ逆にするんだな。マトラまず01という01というでこっちだね。01という固有ベクトルの、対応する固有値は10で10に対応するのは固有値2になる2になるですね。固有値2を持っている固有ベクトルと固有値固有値1を持つ、固有、固有ベクトルですね。で、これを先ほどの、V とラムダを使って、V かけるラ
ラムダかける V の点値というのを計算すると、これは C になるはずですね。あれ？ラムダ。そういう間違い。そうすると、V かけるラムダかける V の点値というのは、元の行列、これと同じになってますね。で、もう一つ、まあこれもちょっとそんなに難しくないんだけど、まあ演習の時間取るほどでもないでしょう。やってみよう。これ、スクリーン見えてますか？大丈夫ですか？ちっちゃすぎない？大丈夫かな？ちっちゃすぎたら止めてね。今度 C というのが、3割2と1割2。1割2、3割2。こうですね。これが C。これで同じようにさっきのやつで、アイゲンバリューを計算するとこうなると。これですね。これが、2分のルート2になってますよね。2分のルート2。人よ人よに人見ごろの方2で割ると 0.7071 になるね。これね。そうするとこれ2分のルート2を正に持つ成分と、マイナス、まあ、マイナス2分のルート2、2分のルート2を持つ成分の固有値が1で、こちらの方が固有値が2になる。マットラボは確か固有値を小順というのは小さい方から大きい方に並べるんだっけな。それはプログラミングによってちょっとコンベンションというか、出てくるのが違うので、よくマニュアルを見てもらうといいんですが、これ確か、数学的にはこう大きいのから並べることが多いですが、こうプログラミング、このマトラボの場合にはこれちっちゃいのを先に出してますね。ここら辺ちょっと気をつけてやってください。で、いいですかね。こういうふうに固有値を計算します。で、これちょっと間違ってたね。後で直しますが、これ、ルート、2分のルート2だね。これ逆でしたね。ごめんなさい。後で直しておきます。これいいですよね。まあ、後でちょっと、適当な、固有値を作って、それの、まあ、IGというコマンドを使う。そして、IGの、まあ、固有値を計算する、ものなんですが、アイゲンバリューを計算と、IGというのはアイゲンバリューと、アイゲンバリュー、固有値を計算するものと、固有ベクトルを計算するものになります。で、こういうふうに出す、こういうふうになコマンドを使うと、V が固有ベクトル、各列が、固有ベクトルになっていて、D の各対角成分が固有値になっている。で、まあ、これはいいですかね。で、これが、じゃあ、先ほど今までやってきた特異値分解とどういう関係にあるのか、というお話ですね。ここまでいいですかね。固有値問題。で、特異値分解というのと固有値問題というのは、実は同じ問題を解いています。で、というのはこういうことを考えますね。で、X という行列を持ってきて、X を特異値分解すると。で、今までやってきたのはこの特異値分解。X っていうのが U とシグマと Vの積として書ける。で、今お話しした固有値分解というのは C に V をかけたら、V をラムダ倍だけする変換をするというのが固有方程式ですね。固有方程式がこのような形をしている。で、X という行列を持ってくると、こうしようかな。ちょっとこういうふうに、こう、ちょっと書いてみようか。X という行列。X というのが、ちょっとここ線を引いて、X というのがデータ行列。で、各列が X の1、X の2、X の、M。かな ?n かける m 行列で書いてるからこうですね。これが今は r の n かける m 行列になってる。で、各これが、こういう
ベクトルになってるんですね、こういうふうな。で、これが各 M 次元、N、これが N 次元ベクトル。N 次元ベクトル、これが N 次元ベクトルになっていて、これが N 次元ベクトル1個、N 次元ベクトル2個、N 次元ベクトル3個、こんなふうにありますよね。で、それが、それが M 個あると。これの共分散行列。共分散行列というのを考えると、データの共分散行列。共分散行列やったよね、確かに。そうすると、X 点値の X というのを、X、そうするとこれは M×M の行列になるわけですね。で、X 点値の X というのを計算すると、こうあって、X1 の点値、これをまず点値して、こう縦に書いてあるんですね。X2 の点値、XM の点値。で、X1、X2、XM。ね。ここまでいいですか。そうすると、この成分を書いてみると、これが M×M の行列になっていて、これ、ちょっとごめんね。こんなのかな。そうすると、この11成分は X1 の点値の X の1。1、2成分は X1 の点値の X2、点点点、X1 の点値の XM、X2 の点値の X1、X2 の点値の X2、点点点、X2 の点値の XM、点点、XM の点値の X1、XM の点値の X2、XM の点値の XM となるので、このデータのここ、データの X というベクトルの、このベクトルと、このベクトルの2乗になってますよね、ここね。これは、この X の1の分散、これ、規格化しないといけないけど、これ、各成分の2乗を取ってるので、分散、X の1の、データの X1 のこのベクトルの分散を計算している。で、ここの22成分のところは X2 の分散を計算していますね。XM、MM の成分のところは、この行列の MM の成分のところは、これの、M 番目の XM の、分散を計算している。そして、この、非対角成分、例えば X の1と X の2の点値のところというのは、X1 と X2 の、共分散を計算、計算してますね。なので、この行列、データでどの成分とどの成分が、同じように変動しているか、1成分と2成分が似ていたらこれは正ですよね。似てなかったら0で、逆変動したら負ですね。そういうような量を、まとめたのを共分散行列といって、統計でやってると思うんですが、復習をします。で、この行列を C と書くことが多いです。というのは、この共分散行列というのは、コーバリアンスマトリックスというので、この C を取って、この共分散行列を C と書くことが多いです。で、これが今、X と C の関係ですね。X から、データの行列、これをデータ行列。た行列。データ行列の、データ行列を持ってきて、それの X 点値の X を計算すると、これが、共分散行列になっている。で、この X と C の関係を使いましょう。これいいですかね。ここに質問ありますか。で、まあ定義ですけど、これ統計、金子先生の授業でやってんだよね。
あんまり返事がないっていうことは知らないのかな。どうなんでしょう。知らなかったら、ま、あの、今の説明で分かったんだったらいいですけど、分からなかったら質問してくださいね。大丈夫ですか。じゃあこれ、まあ後でノートをこうスキャンして置いておきますんで、見直してください。で、それでスライドに戻ると、X っていうのが、特異値分解をし、で、C というのが、共分散行列で X 点値 X というふうに定義しましょうと。そうしたときに、じゃあ、X というのが今 U とシグマと V の点値、これが特異値分解ですね。で、X の点値を取ると、これは、特異値、あの、V、シグマ、U の点値になります。で、これいいですよね。これ単にこれを点値を取って、点値を取っただけですね。で、こういう点値をこういうふうに取ってくると。そして、X×X の点値、X 点値 ×X か。X 点値 ×X というのを計算すると、さっき午前中にやった計算と一緒ですね。V、シグマ、U 点値、U のシグマの V 点値になっていて、U と U 点値 U というのが単位行列になっていて、シグマとシグマがあるので、シグマの2乗になる。で、V、シグマの V 点値になると。そうすると、X というの、X 点値 X というのを、に計算して、まあ、ここまでいいですかね。X 点値 X というのは、V、シグマの2乗の V の点値になる。いいですか？それで、今、V というのは直行行列でしたよね。V っていうのは直行行列だったから、右から V をかけてあげよう。この式に V をかけてあげると、V 点値のここに V が来ると、V 点値 V というのは1になるので、まあ、あの、単位行列。そして、こっちに V 点値がかかると、X 点値 X×V。この式変形大丈夫ですかね。それほど、先ほどと同じなので、そんなに難しくないと思うんだけれども。で、これが特異値分解から出てきた式です。特異値分解から出てきた式。で、特異値分解から出てきた式で、この行列を C と、共分散行列 C として、この特異値行列の2乗を、固有値の行列ラムダとして書くと、これは CV イコール V ラムダ、つまりこの式になりますね。で、X が、繰り返しになりますが、X がデータの行列とである。データの行列を特異値分解して、今までその特異値がどうのこうのとかいう話をしてきたんだけども、それは、X の共分散行列 C を考えれば、C の固有値分解を考えていることと同じになる。いいですかね。ちょっと難しいスライドなので、ちょっと見てみてください。何かわからないところありますか？何か分からないかったら、分からないところがどこですというのか、もう一回質問してってでもいいから質問してください、ね。いいですかね。特異値分解と固有値分解の、解説、あの、説明でしたね。大丈夫ですか。で、先ほどのところで、特異値分解、特異値分解というのの、特異値の行列ありましたね。ここの中に N 個の特異値が並んでいて、今度固有値の方は、V ラムダという固有値の行列が並んでいました。
で、先ほどのを見てもらうと、シグマの2乗というのがラムダになっている。というのは、ここは、ここを見てもらうと、ラムダの1というのはシグマの1の2乗。で、ラムダの2というのはシグマの2の2乗。まあ、こういうふうな、シグマの、固有値が M 個あって、ラムダの M というのはシグマの、固有、M 番目の特異値、シグマ M の2乗になっている。ということですね。なので、特異値が見つかれば固有値も見つかるし、固有値が見つかれば特異値も見つかる。で、先ほどの、式をちょっとグラフで図で書くと、こうですね。今ここで見てもらったように、U は消えちゃってますね。U はここにもともとあった U というのを、この方程式では U は消えて V の式になってますね。それは、X 点値 X を考えると、ここに U という U 点値と U があるので消えてしまうので、これが、V の式になります。ちょっとノートを使った方がいいかな。ちょっとノートを使いながらゆっくりやりましょう。これで、X というのが U のシグマの V 点値という形をしていて、X 点値の X というのを今まで考えてたんだけど、X 点値の X は V のシグマの U 点値。で、これが X 点値ね。それで、X というのは U のシグマの V 点値か。なっていたので、これを、ここが消えて、V のシグマの2乗の V 点値になる。いうのが今の説明でした。それでここに、これが、V に、この行列、これを行列 C と置くと、それの、固有値分解になります。一方、XX 点値。というのを求めると、この X が U のかける順番を変えるわけですね。X シグマの V 点値というのが V のシグマの U 点値になっていて、今度は、U のシグマの2乗の U の点値になっている。そうすると、今度は、この行列、先ほどは X 点値の X を考えたんだけど、今度は XX 点値を考えると、これの固有分解は、ベクトル U、つまり、左得意ベクトルを、左得意ベクトルを、固有ベクトルと持つような、固有値分解になります。いいですか？ちょっと紛らわしいけど、XX 点値で V を求めるか、XX 点値で U を求めるか。で、得意値分解をすると、この固有ベクトルの情報と固有値の情報が全部入ってるわけですね。ですから、特異値分解していると、この行列の固有分解、固有値分解と、この行列の固有値分解というのが、両方とも計算していることになります。で、それを説明しているスライドが、これで今 XX 点値ですね。XX 点値の行列に対して、今固有分解を、この固有値分解をしたら、U が出ていくと。で、これがこういうふうに、これ固有分解。これを図的に書くと、XX 点値という対象行列。これをスキャッター行列と言ったりしますが、スキャッター行列を使って、この
U という固有ベクトルを求めて、固有ベクトルがあって、固有値がこういうふうになると。で、一方、これが X、X 点値ですね。それで U を求めたと。一方、X 点値の X っていうのをやると、このベクトル、この行列に対して V、V がこういうふうに V の1、V の2ってこうやって並んでいて、シグマの1からシグマの N まで。つまり、この行列を求めるのと、この行列の、固有値分解と、この行列の固有値分解で、特異ベクトルというのが、右の固有ベクトルと左の固有ベクトルというのを求めることができます。これをまとめると、こんなふうになっている。UXX 点値でやると、U、左の特異ベクトルが固有ベクトルになるような固有値問題。それを、一個一個の成分で書くと、こういうふうに、こうなっている。で、これ、X 点値の X って書くと、V というベクトル、右得意ベクトルの行列が、固有ベクトルになっているのは固有値問題になっていますね。で、それがこういうふうに。で、ここまでいいですかね。で、ちょっと、ここまでで何か、なかなかこのスライドパッて見せられて数式、ふんふんっていうのは難しいと思うんですが、それでノートをなるべく使っていこうと思うんですが、大丈夫ですかね。自分で後で数式を見ながら、復習してください。確か、数式って人の話聞いてても、分かるようにならないので自分で書いてみるとどこが分からないかここ分かってないなっていうのが後で出てきたりしますので後でちょっと数式を式変形自分で手で動かして見てみてください。それで、これさっき話した共分三行列の定義ですね。で、共分三行列っていうのはこうなるんですが X 点値 X で、これ先ほど説明したやつですね。 C の IJ 成分っていうのはデータの列ベクトル I 番目の列ベクトルと J 番目の列ベクトルの、内積になっているで、それをコバリアンスと書きますと。で、通常共分散統計でやったよねの平均値からのズレとしてその共分散は平均値からのズレとして定義されて、この平均値を引いていくということをするんだけれども、この平均を引くというのはすごく簡単なので、この平均値を引いて、この平均値と引いた値を新たに xi と定義し直せば、これの、この、こういうふうにできると。ですね。ここ、各列の平均値を引いておくということをしておくと、そうすると、この行列、ここのところを気にせず、共分散行列を定義することができる。まあ、ここで、は平均値を引いていると思っていて、式を簡単にしています。で、ちょっとだけ、これであと主成分分析の話をしようと思うんだけれども、そうだ、ちょっとここで一つだけ補足をすると、こうですね、この方程式ですね、こちらの方程式をこう持ってきて、これは、C の、というのは、V のシグマの2乗の V の点値。もしくはこれを書き直すと、固有方程式は CV のシグマ、V のシグマ2乗という固有方程式になりました。で、これは C というのを、マトラボで書くと、V というのと、シグマの2乗というのは、i の C という変数を使えば、数値的にこの C が与えられたときに、固有ベクトルと固有値というのを、この
コマンド一つで求めてくれるわけですね。で、この C が与えられたときに、V を計算するのはいい。で、V は計算できるんですね、これ。で、V が計算できた後に、じゃあ、U を求めたいとしたらどうしたらいいかというと、この、今、X に V が求まっていて、データ X が知っている。X と V を知っているときに、行列 U を求める。求めたいとすると、これは、今 X というのはデータの行列ですから、知ってるはずですね。そして V というのは固有値問題を解いて求まっているとしますね。で、あと Sigma も知っているとしましょうか。Sigma も知っているとすると、今 Sigma も分かっている。そうすると、今 X に V をかけてみましょう。X に V をかけてみると、この、固有値分解から U、Sigma、V 点値というのに V をかける。そうすると V 点値 V っていうのは、何度もやってるように、これは直行行列なので単位行列になるから U シグマ。ね。で、シグマというのは対角行列なので逆行列を求めるのがとても簡単ですね。そうすると、これから U というのは、シグマのインバースか、を右からかけて、のね、右からかけると、XV のシグマのインバース。右からシグマをかけのインバースをかければいいから、こうなると。そうすると、これを使うと、この固有値分解を使って、特異値分解を計算するときに、データ、行列、ちょっと上にした方がいいかな。データ行列、X というのが与えられたときに、共分散行列。C というのは、X 点値の X だね。X 点値の X という共分散行列を出す。そして、これを、IV というコマンドを使えば、この右、右得意行列か、得意行列。行列 V か。行列 V と、得意値行列。C。行列 Sigma。それで、さらに、この式を使えば、U というのが左得意ですね。左得意行列。行列 U というのが求まる。いいですかね。V とシグマと U が求まれば、X の特異値分解というのが求まりますね。特異、この固有値、分解をすることと、特異値分解をするというのは、この X が X と共分散行列、まとめましょう。紛らわしい。ごめんね。データ行列 X の特異値分解をするというのは、そのデータ行列から作られる共分散行列 C ですね。C の、固有値分解と同じをやっているのと同じになります。こちらの特異値分解とこちらの固有値分解は同じことをしている。いいですか。で、そして、それがちょっと今分かってほしかったことね。これね、今分かってほしかったのは、こちらの、データ行列 X の特異値分解と、共分散行列の固有値分解というのは同じことをしている。等価であるということですね。
はい。で、じゃあ、長々とやってきましたが、じゃあ、主成分分析というのは何かということを、主成分分析が何かということと、それが固有値問題と関係するということを話したら終わりかな。それで、まあ、これで終わりかな。で、主成分分析というのは、を説明して終わりにします。来週、ちょっと、もうちょっと、具体的な中身はありますが、主成分分析、プリンシパルコンポーネントアナリシス、よく PCA と言います。PCA というのは何かというと、データ X から、変動の大きさに応じて成分を分析する方法、大きい変動がを見つけ出すような方法です。各データ X に何か重み付け V をつけて、重み付けした Y というのを考えると。そうすると、Y というのは、VI×X で、これをちょっと式で書くと、式で書いて、M 個の成分に何かこう V をかけると。で、というのは、行列 X というのが、今、X の1、X の2、点点点 X の、M でしたね。これが M ベクトル。それに、係数で、V というベクトル。V というのは、こういうふうに M 次元ベクトルで V の1、V の2、点点点 V の M というのをかけると。X と V をかけると、y というこういうベクトルというのは xv で x というのが x の1、x の2、点点点、xm の v の1、v の2、点点点、v の m とあるので、これを掛け算していくと、サメーションの i イコール1から m の vixi になりますね。で、今 v という係数は何か決めてないですけど、こう足していくと。で、これはどういうものかというと、例えば X の1というのが、なんか時系列かなんかにしましょうか。まあ何でもいいですが、X の1っていうのはこういうふうな、例えば X の1っていうのはこういうで、ちょっとこれ縦のやつを横に書いちゃってますけど、X の2というのが、まあこんなふうに、それで点点点と、X の M というのが、こういうふうになって、こんなふうになって。まあ、適当な、なんかまあ、なんでもいいです。これ、まあ、時間でもなんでもいいけど。で、これ、今、わざとここのとこに大きく山が出てますね、みんな。で、これを、この3つ、たくさんあるこの時系列を、なるべく1つの成分で代表させたいというときに、これに重みをつけて和を取ると。V の1、V の2、V の M という何か重みですよね。これを普通に平均を取るんだったら、これを M 分の1で全部足せば平均なんだけれども、うまく重み付けをして、この全体を表すような、Y というのが全体を表すようなこんな地形列。で、全体を表すというのは、この M 本のこのデータの中の何か特徴的なものを多く含んでいるような一本の線を作りなさいというのが Y。Y というのはこの X を重み付けしてるんです。Y は数式だと逆になっちゃうけど、Y がこっちで X がこっちになっちゃいますけどね。Y というのは、X を何か重み付けをして、一つのデータにしてくださいというのがグラフで書くと、図で書くと、まあこんな感じになりますね。で、この V というのの、じゃあ V というの、今、この V という係数というのは何かという説明をしなかったんだけども、一つには、これをうまく足していって、なるべくこの全体の変動をつかんでるようなものということで、Y の分散が最大になるもの。この X の中に含まれる成分の中で、
その全体、この x の変動を最大にするものを取りなさい。ということは、この中の、みんなが、このこいつらが全部動いている。例えば、ここに山があったら全体が動いているので、こういうふうに、ここのとこに山を持つように、この一本一本、これいっぱいあるんだけど、そいつの全体の特徴をつかんでいるようなものを取りなさいというふうにするのが、主成分分析の考え方です。で、それをやるときに、今この分散を最大にしなさいと言ったので、バリアンスの Y というのを計算すると、バリアンスの Y というのは、Y の Y 点値 Y でいいのかな ?Y 点値 Y なので、Y 点値 Y ですね、バリアンス。そうすると、Y 点値 Y というのは、Y っていうのはこれだったので、XV の点値の XV。これが Y の点値で、これが Y ですね。これで点値をすると、V の X 点値 X の V。で、ここが行列 C ですから、点値忘れた。V 点値の C の V。ね。これいいですかね。これを最大にしたい。を最大にしたい。分散を最大にしたい。ただこの分散を最大にするときにちょっと気をつけないといけないのは、V をいくらでも大きく取れば、これ例えば V をの成分を、10倍すればこれ100倍になりますよね、これ、ね、2乗で。で、そういうのはトリビアルというか、V を単に大きくすればいいじゃないっていうのを防ぐために、こういう問題ですね。主成分分析、プリンシパルコンポーネントアナリシス。プリンシパルコンポーネントアナリシス。シース。PCA の問題というのはどういう問題かというと、マキシマイズ。ズ、V 点値の、CV。これが分散ですね。で、どういう条件かというと、subject to V の長さが1という条件をつけます。V の、まあ、2乗でもいいかな。V の2乗イコール V 点値 V イコール1。これが、PCA の問題です。で、V の長さが、これ、V がいくらでも大きくなっちゃうのを防ぐために、V の長さを1にする。これ、まあ、どんな条件でもいいんですけども、V の長さを制限するのであれば、どんなんでもいいんだけども、PCA では、この V のノルム、V の長さが1ということを要請します。そして、こうすると。ね、これが、プリンシパルコンポーネントアナリシスの解きたい問題です。いいですかね。質問どうぞ、あれば。いいですか。よければ、スライドに戻って、スライドに戻って、今説明したのが、y というベクトルを x に重み付けをしてと決めましょうと。で、v という重みは今のところ決めてないと。で、分散が y 点値 y というのが v 点値の共分散行列の v になって。で、主成分分析というのはノルムが1のようであるようなベクトル。この v が1であるようなものの中で、という制限のもとで、この v 点値 cv を最大にするようなものを求めましょうというのが、主成分分析です。主成分分析の問題になります。これが、それで求まったのが v ハットというケース。で、この求まったケース v ハットを使って y を計算すれば、それは、データの中に含まれている、x というデータの中に含まれている全体として変動する成分というのを引き出して、これが主成分分析になります。で、
主成分分析、今の説明ですね。この V を最大にする、この V が、このノルムが1という条件の下で、この V 点値 CV を最大にするという問題を解く。で、まあ、同じ問題をちょっとさっきノートで書いたように書くと、V 点値 V のを最大にするという条件の下か、サブジェクト2というのはこの条件の下で、まあ、このサブジェクト2というのはこの服従するとかいう意味ですね、英語で言うと。で、こういう数学の場合には、サブジェクト2というのは、何々の条件の下でという意味です。で、V 点値 V、この のノルム、V のノルムという、二乗ノルムが1という条件の下で、これを最大化しましょう。というのを解いてもらうと、こういう方と、こういうのを解きたい。問題はいいですかね。で、これを解くと、この、実は、この固有、この、これ、これ、この問題はいいですかね。この V 点値 CV という二乗問題を最大化したい。これを評価関数として最大化したい。これが分散ですね。で、そして、どういう条件かというと、V のノルムが1という条件のもとで、この V 点値 CV という量を最大化したいというのが主成分分析になります。ここで主成分分析を、する、を解くと、この、この V、V の満たすべき方程式というのは、固有方程式になっている。ですから、この固有方程式になれば、C を知っていれば、V とラムダを、先ほどの、マトラボのコマンドで解くことができる。で、ちょっと難しくなってきました。だんだんみんなついてきてくれてるかな。大丈夫ですかね。ちょっとこれで、ちょっとここの説明、ちょっと追加で説明してちょっとで終わるかな。またちょっと次回やりますが、ノート作っときゃよかったなと思いますが、まあ、こっちでノートで説明したらいいでしょう。今、サブジェクト2、オブジェクト2の、V 点値 V イコール1という問題を考えてたんですが、より一般的に、まあ、どっちでもいいかな。まあ、いいかな。マキシマイズでもいいか。fx subject2 の gx。ちょっと、今これが PCA の問題、これ PCA ね。PCA の問題はこの問題を解いているという話をしましたが、これを、ちょっと一般化して関数 fx、x に関してね、x に関して、これ v に関してだね。x に関して、この fx を最大化して、条件は、gx というのが0であると。ね。で、こういう問題を解くというときに、ちょっといいもん、良い、ちょっと、ラグランジュの未定乗数法、ちょっとこれは、時間をかけてやりたいんですが、まあ、高校の時、この、こういう、この条件がもしなければ、最大化しなさい、最小化しなさいって言ったら、何をするかというと、微分して0にしましたね。で微分して0にして、微分して f を x で微分して0にすると、まあ、極値か 極小か極大の必要条件になっている。で、大学に入ると、もうちょっと難しいことをして、何かこういうふうな条件がついているときにはどうしたらいいか。で、これの説明は次回やるけれども、これを解くためには、この方程式、これを解くためには、ラグランジュの未定乗数法、乗数法
お、ラグランジュっていうのは、あの19世紀かなの7世紀かな18世紀かな18世紀か19世紀のフランスの、数学者ですね。18かな。グランジュズ、マルチプライアメソッド。というのがあって、未定乗数というの、ラムダというのを未定乗数。数というのを導入して、何か関数 J と置きましょう。J の X のラムダというのが FX 引くラムダの GX。これがあの最小にしたい、最小か最大にしたい関数で、これが制約条件になって G。ね。で、これを、これがなければ x で微分するだけだったんだけども、ここの数ですよね。ここの算数ですよね。それを、こういう未定乗数を入れて、d の fx の、d の、あ、ごめん。j を x で微分したもの。つまり、dx の df マイナスラムダの dx の dg。これが0であるという条件と、0の d ラムダの djx ラムダというのが、これだと、マイナス g、gx になりますね。これを解くことと同じになります。ほとんど時間だね。これを、実はこれを、この方程式をこれに当てはめてみると、先ほどの固有値方程式になるというところなんですが、今それをやると終わらないと思うので、今日はここまでにしますが、固有、ちょっと、ちりきりとんぼだね。ごめんなさい。固有値、まあ、ちょっと、ここはまたやるとしても、で次回は固有方程式、解いてみたいと思いますが、この特異値と、そうですね、特異値分解、データ行列の特異値分解と、共分散行列の固有値分解が同じであるということを理解してもらったらいいと思います。それがデータ解析の主成分分析、ちょっと中途半端になっちゃいましたけど、主成分分析のにつながっていきます。で、ここまでで質問がありますか？じゃあ、なければ今日は終わりにします。質問がある人は残っててください。はい、じゃあ終わりにします。